わあ、どっちの話しようかな、大輔の話しようかな。え、あら、はい、7、8年前に、はい、大輔と僕と、はい、あと木村雄一、キムと、はい、あと後輩1人か2人おったの、グアムに行ったんですよ、はい、お正月に、はい、グアムにね、大塚さんっていうおっちゃんがいるんですよ、はい、でこの人はもともと誰の知り合いやったんかな、はい、でグアムにずっと住んでる方で居酒屋さんをやってて、はい、大塚さんって言って、まあ僕よりちょっと年上のおっちゃんですよ。でもなんかもうものすごい硬い、なんか普通の真面目な感じのおっちゃんなんですよ、はい、でその人が僕らがまあグアム慣れてないっていうことで、はい、空港まで車で迎えに来てくれて、はい、でもう4泊か 5日ぐらいおったかな、はい、もう結構いろんなとこね、はい、案内してくれて、はい、あ、明日何しますとか、はい、何食べたいですかって言って大塚さんが全部やってくれて、はい、ありがとうございます言うて、でとうとう帰る時が来ましたよ、はい、でもやっぱりもうグアム楽しかったんで、はい、なんかちょっと寂しいじゃないですか、はい、もうちょっと降りたいな、もっとなんか初日ぐらいに戻りたいなみたいになって、はい、で車でまたその大塚さんが迎えに来てくれて空港まで、はい、行く途中まで、はい、ずっと来てくれたんです、はい、でなんかみんなちょっとこうなんかテンションがね、はい、下がるんですよ、はい、で言葉も少なめやったんですけど、はい、でもう空港がもう見えて、はい、あ、もう帰らなあかんのかって思った時に、うん、大輔がなんであんなことを言ったのか未だに僕は分からないんですけど、大塚さんってセックスしはったことあるんですかって言ったんですよ。もう何何言うんか、何言うねんこいつ、そんな空気でもないし、今そこでそれかほら大塚さんが2回歩いて答えちゃった。あったんだ。僕はね、ゾッとしました。